イソシギは1965年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はビンセント・ミネリ。当時、夫婦だったエリザベス・テイラーとリチャード・バートンの結婚後の初の共演作であり、主題歌、シャドウ・オブ・ユア・スマイルは第38回アカデミー賞の歌曲賞を受賞した。自由な心を持つ美しい女流画家と、妻子ある学校長との半年間の恋を描くメロドラマ。 題名の、イソシギは、ヒロインが海岸で保護した幼鳥の種名である。羽の折れた幼鳥をヒロインが手当てし、野生の空へと飛び立たせるエピソードは、登場人物たちの来たるべき別れを暗示している。シングルマザーで無名の画家のローラは、カリフォルニアの海岸の家で、9歳の息子ダニーと、暮らしていた。自由な生き方を愛するローラはダニーを学校に、通わせず、 自宅で教育していたが、ダニーは裁判所の命令で、ミッションスクールの寮に入れられてしまう。ミッションスクールの校長で牧師でもあるエドワードは、温潤な妻のクレアと共に学校を切り盛りし、新しい礼拝堂を建設するための寄付金集めに、奔走していた。エドワードは、神や、社会的な常識を否定するローラを感化しようとするが、逆に、ローラの自由な心に惹かれ、 密かに王政を重ねる中となる。ミッションスクールに礼拝堂を建てるための寄付集めは、実は理事たちの脱税の隠れみのだった。エドワードは、校長の座を守るために、理事たちの計画に目をつぶっていた。しかし、ローラの影響で若い頃の情熱を取り戻した。エドワードは、理事からの賄賂を突き返す。理事会に逆らったエドワードは、ローラとの関係を、妻クレアに打ち明け、 学校を去る決心をする。ローラも、また、妻とローラの両方を愛しているというエドワードの葛藤を尊重し、別れを受け入れる。エドワードは、考える時間が欲しいという妻を残して、一人、メキシコへと旅立っていった。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、十一件の評論の、内高評価はトに当たる一件のみで、平均点は十点満点中三。 19点となっている。ありがとうございます。